きますか。 SS から Z が決めて、あ、これはカウンター確認中で入るか。ダービルからのバースト封じつつですね、皆さん研究しております。続きまして、あ、こうやってなかった鳥さんのジャックオート技の2号さんのシーン A 問題で0回戦まだ一つやってなかった、こちらでお願いいたします。今時はハレンチなのか清楚なのかわからん女性で、 B 番台、マルハンさんのソルとサリュウさんのラムネサル、 B 番台でお願いいたします。で、 D 番台終わりましたね。 D 番台はアーティさんのジャック王とカキシさんのジャック王、どうきません、アーティさんと一番奥です。サリュウさんとマルハンさんは B 番台、一番奥 D 番台で、DD アーティさんと隠し OK で、 A 番台で、鳥さんのジャック号と技の2号さんのシーン、さあ行きましょう。第1ラウンドはまずのバックステップ、お互いに技を差し込んでいきたいところですね。うわー、結構痛えぞ。まあ、ジャンバイからこの引き逃げがなかなか地味にですね、強いですね。さあ、バックステップ、ビッグ差し込み、さあここでブルーバッシュで一掃したいが、あー、こてつ勝った、エンゲさんが勝利。一番真ん中です、ごめんなさい、エタローさんのシンと、香港のキョウさんのエルフェルト、はい、エタローさんとキョウさんいらっしゃいますか。はい、キョウさん、あ、来ました来ました、エタローさんあちらから来ますんで C 番台でお願いします。あずつけさん、平岡先輩が到着いたしましたので次はいただいてやります、よろしくお願いいたします。さあブロッシュ、ジャンプガード、さあ NS で追い返し、爆発さんに巻き込まれる前にアイリスフィールドを設置、これやばいな、あ、ビーク吹っ飛んで NS ビーク、さすがにビークは貫通してくるんですね、かわいそう。ドーンとやって、なんかぐしゃぐしゃなって、置き攻めはどうなってんの。さあ足元に気候派を打ち込んでいった鳥さんが勝ちですね、おめでとうございます。続きまして A 番台、あぜすけさんのメイト平岡海、 A 番台でお願いいたします。さあ B 番台勝ったのはサリュウさん、ラムレザルおめでとうございます。続きまして B 番台レンコンチップ対トゥーリオイノ、さあ A 番台平岡海対アゼスケメイ、昨日は閉店そして終電ギリギリまでアゼスケさんと対戦してたんですけども、腰が痛くてね、騒ぎすぎて。さあ海対メイ、まあ組み合わせ的にはメイが多分苦労する組み合わせだとは思うんですけども、アゼスケさんの設置からのやっぱあのバックステップが非常に高い精度でできるので、リバーサルもね、バックステップありきの置き攻めしないと辛そうですね。
まあ、あの俺の対戦の感想を言ってもジョニー対メイだからあんまり。ジャンプS の巻き方があとやっぱうまいですね。判定、攻撃判定だけを押し出してなかなか空中投げ空対空させないように技を振っている印象ですね。さあ1番手 D 番台勝ったのはアーティさんとなっております。おめでとうございます。続きましてですね、あー、さあここは飛んどこ、じゃあ先に俺行きます。1番手 D 番台、じゃねえ、ごめん、真ん中でやっちゃおう。真ん中の内で、佐藤さんのメノブと俺のジョニーが C 番台で、ここ空いたらここ A 番台だったらね。お疲れ様っす。そうっす。年を取っても美形ってかわいそう。ジョニー、はい、では影響隊呼び出します。あ、ごめん、ちょうどいいや。鳥さんのジャックを対するはコンソメさんのポチョメキンとなります。影響隊です。ここを D でやって、そう、じゃあここ B だな、 B で D だな。鳥さん、ジャックを使いの鳥さん手を挙げてください。あ、エリしますね。では A 強隊、コンソメポジムキンの試合となります。で B 強隊、 B 強隊、あ、じゃあここやろう。B 兄弟、カリンチさんのジョニーとバリさんのメイ、カリンチさんのジョニーとバリさんのメイ、 B 兄弟でお願いします。で奥、一番奥、D 兄弟、ヘブンさんのベノムと、ガンガルさんのカイ、一番奥 D 兄弟、 D 兄弟で試合となります。まず B 兄弟カリンチさんいますね。で、バリさん、はい、で D 兄弟ヘブンさんと、誰だ、ガンガルさん、あ、失礼しました、はい、さあ影響隊いきましょう。 1P 側コンソメポジョムキン、 2P 側ドリジャックを、さあまだジャックオーのことが俺はよく分かってないんですが、まあとりあえずポチョンピンちょっときついんじゃないかなとは思うんですが、どうなんでしょうか。 6K から、さあ9体を出しているジャンプ D、 ここは 2D の昇竜体勢から、ジャンプ S が当たってない、詐欺飛びの形になる。キンS2敗ヒート、C 兄弟呼び出します。再三のソル、出してるはアゼスケさんのメイ、 C 兄弟で試合になります。さあ1本取ってるのはコンソメポチョムキン、画面端を追い詰めてハンマーフォールができてしまうが、逃げるジャックを、黄色からポチョバスは飛んでいる、前メガとすれ違う、家を投げる、跳ね返す、家を壊すが爆発する、これはジャックを当たる。ロピーテイクがあったのはコンソメポチョムキン。
影響体を出します。ケイチさんのベナム、対するはハッセさんのスレイヤー。さあ、影響体いきましょう。1P 側はケイチベノム、 2P 側はハーセスレイヤー。 B 兄弟終了、勝ったのはヘブンさんのベノム、B 兄弟も終了、勝ったのはカリンチュさんのジョニー。B 兄弟呼び出します。エンゲさんのポチョムキン、対するは白さんのアクセル。 B 兄弟で試合になります。はい、白さん、エンゲさん、ポチョムキン近いのエンゲさん、あ、後ろですね、後ろいます。ここです、目の前のこの B 兄弟でお願いいたします。一番奥 D 兄弟呼び出します。じゃあここにしましょう。サリューさんのラムレザル、対するはコンソメさんのポチョムキン、 D 兄弟でお願いいたします。 ABC D 兄弟でお願いいたします。大丈夫、白さん、エンさん、 B 兄弟大丈夫です。はいはい、 B 兄弟 OK です。さあ、A 兄弟、1P 側は K1 ベノム、 2P 側はハセスレイヤー、1本取ってるのはハセスレイヤー。 6P カウンター、ケースでクロスサイズからファイルバンカーで締めて大きい攻め、 6P 飛んでかわしてクロスサイズ対空、バーストが使って吸血が出てたっぽい。永遠が化けたかな、多分裏切ってバイハイかな。さあ、ここはタジハイ2杯からの S ハイ D でカットのハセスレイヤー。君はメンタルに左右されすぎる。鍛えた技が迷わぬ心を作ることもある。さあ、 C 兄弟勝ったのは再三のソル。じゃあここそのまま連戦でいきましょうか。じゃあすみません、再三連戦でお願いします。ホッサさんのレオ、 C 兄弟お願いします。はい、では A 兄弟呼び出します。アーティーさんのジャックを、対するはエタロさんのシン、 A 兄弟でお願いします。エタロさんとアーティーさん、あ、アーティーさん後ろですね。で、サイさんとホッサさん、あ、いたいたいた、後ろっす。ギルティーティーエクサー、エタロさん A 番台です。さあ、1P 側アーティジャックを、 2P 側エタロシン。まあ、さっきちらっとですけども、カキシのジャックオーとアーディソンのジャックオーの同キャラ見てたんですが、僕が知ってるギルティギアをやっていませんでした。はい、B 兄弟勝ったのはシロさんのアクセルです。B 兄弟、 B 兄弟を出します。トゥーリオさんのイノ、対するは佐藤さんのベノム。大丈夫ですね。
はい、D 兄弟勝ったのはコンソメポチョメキン。はい、ABCD 兄弟、一番端っこ D 兄弟を呼び出します。鶏肉さんのラムレザル、ダイスラカリンチュさんのジョニー、D 兄弟、ABCD 兄弟でお願いいたします。はい、鶏肉さん、カリンチュさん、ロジアイしてる、もうすぐ終わりますか。じゃあすいません、ちょっと待っててください。はい、影響隊エタロウさんの新勝ちになります。3対1どころじゃねえ、こいつは集団バイオレンスだぜ。次ぞ、はい、カリンさん、あ、じゃあここ C 兄弟、真ん中の C 兄弟でお願いします。勝ったのはホッサさんですね。ここここホッサさんですね。じゃあ ABCD 兄弟呼び出します。 ABCD 兄弟呼び出します。長谷さんのスレイヤー対するは白さんのアクセル。 ABCD 兄弟で試合になります。そこです。あ、影響隊、そうか、影響隊、あ、じゃあすいません、長谷さんと白さん、影響隊お願いします。ごめんなさい。で、じゃあごめんなさい、 ABCD 兄弟で、コンソメさんとホッサさん、コンソメさんとホッサさん、 ABCD 兄弟でお願いします。はい、B 兄弟勝ったのはドゥーリョさんのイノになりますね。じゃあ連戦ですね。ドゥーリョさん、すみません、連戦でお願いします。エタロウさんのシーン、あ、目の前にですね、こちら B 兄弟そのままお願いいたします。さあ C 兄弟勝ったのはカリンさん。じゃあカリンさんもそのまま連戦ですね。じゃあカリンさんもそのまま連戦でお願いします。対戦相手ヘブンさんのベノムになります。 A ですね。じゃあカリンさんとヘブンさん、 A 兄弟でお願いします。あ、いたいたいた。アウトレンジ戦法は私、2番台と C も設定変えていいかな。コンソメさんの試合が終わったら勝てるかね。 C は今、あ、 C も開けていい、うん、もう2台進行かな。さ、めっちゃ早かったね、シロさんが一瞬で駆逐されてしまった。さあカリンチュジョニーに対するはヘブンベノム。さあ私はもう負けてしまいましたが、カニさんのジョニーを見て勉強したいと思います。さあ対戦相手はヘブンさんのベノム。さあベノムが開幕カーカス、いや違うな、ニエスにも勝てるかもしれないな。しかもここはタチピが当たると一気にゲームを終わってしまう。
ランディ、さあシューティング弾幕が入りましたが、ここは瞬間移動に当たってしまう。キリをかけてスタップミスト、キンエス、ジャンディ、ジャンハイ、ジャンディ、1ヒット、まあこれは今ちょっと見てもらえれば分かるんですけども、ジャンプ D の後のミストファイナー上段にディレイをかけることによって相手を高く自分は低くということで着地までの時間稼いでます。そうすることによって着地切り、ダブルマッチポイントが入るんですね。さあミストキャンセルからジャンプ系タイミングをずらしていく。さあハイスラハイスラからエースハイス切りをかけていく、徹底した切りはめスタイル。なかなか前に前に出てるんですが、そこに対してベノムはこう返していきたいんですけども、このミストファイナー飛び道具を貫通、 AC からの性能ですね。あと攻めのブリッツシールド、読み合いを放棄というか押し付けていきますね。さあ着地しばらい弾が2弾残っている。そして1段目2段目ヒット数がずれていたんでいい感じに当たりましたね。さあロマンキャンセル、E をかける、いつもの光景、マン AP、 なるほど KSKP といくが愛されボディでございました。しかし最後は 2S に立ち系、噛み合って勝ったのはカリンチュジョニー。マン AP で相手の高さを出すのありですね。なるほどなと思いました。TS タッチアイコイン、タッチアイとかもいいかなと思ったんですけど、確かにあれはいつでもどこでも使えそうで勉強になりますと、これはまあ個人的なあれですさあベスト4がこれで出揃った形となります。もう一大進行でいきます。じゃあ、ホッサさんのレオ対、トゥーリューさんのイノ A 番台、勝てば準決勝し、あ、勝てば決勝進出です。ギルティーティーエクサー、ギルティーギアのそのテンションゲージってその名の通りで、本来そのなんて言うんでしょうね、ゼロの状態があるとすれば、そのゼロの状態は、まあ、さっきキャラごとにね、あんまり差が出ないんですけども、テンションバランスというのがありまして、アクティブな行動を取り続けるとテンションが上がってるよという認識されて、テンションバランスが上がっていく、そしてそうするとテンションゲージが上がりやすくなるってことですね。ジョニーはもう常に前前に技を振って技を振って、そのテンションバランスを上げているので後半のゲージ効率がすごいんですね。これはもう PR からの PR までもねそうだったんですけども、さあ、だからね結構技を振ったり前に出るっていうのは結構ね大事だったりしますね。テンション上がってきたっていうやつ、倍率的なあれ、まあ、ちょっとそこら辺詳しいのは分かんないですが、まあ、テンションバランスとかあるんですね。これ PR にねちくわというアイテムがありまして、それを取ると全キャラのテンションバランサーがちくわを食べて決まっちゃって超テンション上がっちゃうんですねあれあのポーズはすごかった。ちくわはねギリギリギアの世界では超テンションアップアイテムとなっておりますので、ね、ご両方両両にお気をつけてお使いください。さあここはしゃがみブリッツ、今回しゃがみブリッツは構えス取れなくなっていますので、読み負けた瞬間が大惨事、まあ、ジャンプハイスラーフュージョンというか、まあ、ウルトラマンエースのね北斗とミノの合体もありますね。指を合わせて、さあ中央に K 金 S 立ち合いから KS 縦蹴り SKS ハイですね。さあヒットしてる、構えている状態はアイゼンを貯めているということになりますから、もちろん昇竜拳を警戒しないといけません。コパンコパン、まずは軽くノッケ無補正のコパンです。おっと前ハイ投げ仕込み、もうミカドでなぜか流行った前ハイ投げ仕込み、もう言ってることが意味わかりませんが、ダメ足つつついて落として置き攻め開始。さあ着地投げとよりおさん、いやらしい、さすが夜の殺しは決勝進出です。さあ続きまして、A 番台は、おち、え、違くね、絶対ありえないでしょ、
長谷さんのスレイヤーと、カリンチョさんのジョニーですかね、合ってます。はい、準決勝第2試合、今日はちくわでお顔してもいいの、うん、かまぼこもいいぞ、どうでも、え、いやいや、間違いがありえないってだけです。そのプレイヤーに対しては言ってないんで、そこはちょっと勘違いされると申し訳ないんですけど、まあそんなわけでしっかりやりましょう、よろしくお願いいたします。はい、行きましょう、ハセスレイヤー対カリンジュロニー準決勝第2試合です。これやべえな、KD 落として前ステイ、ヘルカーは足元に攻撃判定が出るので足元ブリケが前ステイで回復したという形になりますね。さあ一気に決めてダン KD かすって真髄を見せるぜ無敵。さあしかしここ足場で一緒なので少しだけコードが浮いていました。急いなレベル3壁につけはですね、急いな当たった高さによって変わったりしますので少しポンポン入る必要があるんですが、わー補正切っていく、なんかソルでも見た、ソルでもああいうことしてるの見ましたよ私は。さあファイルバンカーマッパチコインを潜っていく、あと捉えたがここはダメージ重い。さあ唯一無敵が乗ると言われているジャンプ、おーっとネオもびっくりな置き攻め、コイン投げてジャンディジャン、あっあっとちょっとこれは行き過ぎましたね。 2K から前へ吸球2体力回復しつつ、おお早すぎる、なんだこのスレイヤージャンケ刺さってコインをまず絶対に当たりたくないですね。なるべく画面端のコンボではコインを必要としますから立ち回りで吐かしていきたいところ、ファースト使って前線に対して、おーここはファイルバンカー打ち込んでいく、さあそしてマックスアップ、あー溜めて、さあ素晴らしい最大溜めの攻撃部分にブリッジのチャージアタックが出ています。レベル1からレベル2、そうですね、助けから空中出し、ミソイナカウントヒットの受け身は取れないがヒールキャンセル投げ返し、これはまずい画面端、さあしかしコインを使わないために補正切りの空中投げ、ここでバーストを使わざるを得ませんがジャンディヒット、タッチキャリング、フューチュラッシュ、ここはもう抗いません、画面端、足払いをバックで回避、ブリッジ取って、ここは発射、S ハイ落とし、ゲージがない、ゲージは 50%、黄色キャンセル追いかけるが、立ち合い、置き攻め、どっち、読んでいた、そして黄色キャンセル、空中投げ、勝ったのはハセスレイヤー、決勝進出、すげえ試合だった。立ち回りでねコインを使わせて、カリンさんももうコインがないと判断しての、補正切りからの空中投げなどでねコインを節約していったんですけども、最後は長谷さんのスレイヤーがキンバースを読んでいきました。すごいですね。さあ決勝戦はツーリオさんと長谷さんなんですけども、ここはですね3試合選手にするか2試合選手にするかすごい悩んでるんです。どっちがいいですか。たくさん見たいんですよね、俺は。え？いや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 、そんなことないですよ。そういうこと、放送禁止用語だったんで、今。じゃあ、2試合選手でいつも通りシングル大会でいきましょう。はい、シングル大会のね。3がいいってみんな見ますけど、トリオさん、そんなにみんな俺がボコられる姿見たいのっていうのは、ね、ちょっとね、ちょっと危ない言葉で言っていましたので、さあ、いきましょうか。A バンダイ2試合選手トゥーリオイノ対ハセスレイヤー、優勝はどちらか、三河市関東大会シングル決勝。ちなみに何度も何度もこのネタを引っ張って申し訳ないんですけども、トゥーリオさんは撲滅委員会に入りたいと常々申しておりましたが、ここで結果を出すことが未来の撲滅活動につながるそうです。ん、片木さんも多分見てると思いますよ。さあそして出てくるハセスレイヤー、審査かなり厳しいですね。ただ T シャツボットだけじゃなれないというね恐ろしい組織です。ジャンケイミーから触ってバース読んで
さあ夜の殺し屋が画面端でバースト読んで大きめに、これは横ケミカルでダウンを取っているんで、ケミフの時間有機が長いんですけども、無敵 DOT 減りすぎ。さあこちらも限界で返していく。フーリオさん非常にバランスのいい命使いですよね。いろんなテクニックをバランスよく使って、もう特に限界の攻め方がうまいなという印象ですが、あー確定っぽい、どうしようもないじゃんあれ。さあ行けましょう、ダイナンド非常に素晴らしい試合だけど、あとはやはりこれは必殺の前ハイ投げ仕込み、初めて返してディステを見てからスピン切り返していきましたが、意見を割りが刺さってディステを読みつつ、さあ無敵精度が非常に高い長谷さんのスレイヤー、置き攻めをしっかり重ねるのもちょっとね戸惑いますね。ああまずい、いいのそれ入っていいんですかこれ入って、ハイスラハイスラけどいい、よくないよねやっぱね立ちハイスラですよね。まずは1試合目勝利したのは長谷スレイヤー。いやー、やっぱ全部パイルだったな。高さが よくありませんでしたね。一番当たっちゃダメな高さでパイルバック入っちゃいましたね。さあ優勝エリートはハセスレイヤー、905戦もやってますね。さあ投げていく、さあタッチピー、タッチピー、ちょっとバーストを待ったか、空中ダッシュ、遠征合わせていく、投げ返し、今の多分オープン少し遅らせてたんで、無敵バックしてしたところに引っかかったように見えましたね。置き攻めでしっかり技を重ねないというのも大事なのかもしれません。怖え、精度が高すぎて、まあうーやばいやばいやばい、限界か、あチャンス捉えて落としてジャニケ PD ダウンを取って前 P、 ここで窓際ロマンキャンセルから中段空中ダッシュ、さあゲージ 100% を吐いたのなんとか捉えたが、ケミカル縦ケミカル体力ドット、怖い怖い怖い、無敵 DOT が怖いが、あーとここは安全にラウンドを取りに行きたい、おっと音符は一方的に勝っている、危なかった一方選手、喜びの舞を舞っております。第2ラウンド、あーまずバトパイル、まずピエパイル、パイルやばい、パイル、うわーっもうなってやがる、ハイスラハイスラゲーパイル、やめろゲームが壊れた、8敗2敗キングスジャンケンパーフェクト、やばいマジでパイルしか打ってねえ、5パイル。さああんなに苦労した1ラウンド、あの一瞬で取り返されてしまう、なんという恐ろしさ、ハセスレイヤー、ガメージうまい、投げ返してバーストがある、この読み合いどう制するか、タッチピー 2K 前 P ちょっと遅らせた足払い 2K 返して画面端、さあもう画面端にいなくてパイルは食らいません。さあケミカル、縦ケミカル、キンエス、バーストも読みつつ画面端、さあどうする、置き攻めは縦ケミカル、引っ掛けてジャンピー、うまいこと触っていく、ジャンス崩した、さあ攻めが終わりません、強肩で崩して縦ケミカル投げ暴れ潰しとなりまして、勝ったのはトゥーリオイノ。さあ最終戦もつり込みます。すげえ熱い試合だ。さあ最終試合となります、優勝はどちらの手に、ハセスレイヤー対トゥーリオイノ、三河祭2日目、無差別シングル大会決勝戦の最終戦となります。さあまず開幕空中足を捉えた縦ケミカル、まあ、一発の爆発力が凄まじいスレイヤーですが、それを極限まで高めているのが長谷さんのスレイヤーといった印象を受けますね。マイビーこれ負けんじゃねえかなですね、上半身無敵で返しています。さあ死刑からここはバスト、あとマイビー今度はホバに合わせていく、これマイビーもね実は食らったらやばいんです。テンパイルマジで2敗 TS ジャン KS ハイリーの 2KPB 落として置き攻めワゲラン、まだ立ち毛広いですがなんかちょっと痛そうな、え入るのマッパハンチ、受け身に引っかかります。さあ優勝エリチはハセスレイヤー。
恥背負わないんだったらマイピーで吹っ飛ばせばいいよねみたいな、そんな感じの立ち前に切り替えてきたがありますね。タッチピーからの縦蹴りダウンを奪って送らせたて、おいしいが、ここは加瀬さんのプレッシャーでしたね。距離を取っていました。反撃は間に合わず、ここら辺がホバーのところがね、ここまで効かないのはちょっと辛いところですね。ジャニーすげえ地面着地ギリギリのところでしたから、縦蹴りこれは突っ込んでしまった。立ち配投げを決めて金 S 円 S 攻めのグリッツ、立ち配で返す、ファースト読んでいったか、ここは直前ダウンならず、しかしケミカルで流れを取り戻したい。縦蹴り立ち蹴りから消毒、これは受け身を取らない。さあ最後の攻めファースト、こちらも読んだが届かない。どうする大木、大木噛み合わせて大きい攻め開始、ジャン S 取り返した。グリオイの体力ドット、多分体力2もない、1だよね本当に。さあ最終ラウンド、めくったから、やばい、ハイを信じている。画面足縦蹴りヒット、さあタッチピーのヒット確認、うまく刻んで画面足狂言狂言から音符ジャニー、さあ立ち合いダメージがでかいぞ。 TS S ハイ狂言狂言画面端、さあ先ほど DOT の中に返りましたが、デッドアングルで返していく円 S 立ち系、これは決まるか、間に合ってケミカルの攻め継続、バーストヒット追いかけて、マイビーまずいぞマジでまずい、前ハイ入る、これは落として画面端中段、勝ったのはハーセスレイヤー破壊力抜群でございました。ダメだね、勝ったのはあの高さで食らうともうやばいですね。しかし素晴らしい試合でございました。長谷さんとちょっとね、今回あまりにも熱かったんで、長谷さんとトゥーリオさんにねコメントいただきたいと思います。まずトゥーリオさんにちょっと、一言コメントいただきたいと思います。ちょっとねかなりすげえ熱い試合だったね、やばかったね。はい、じゃあトゥーリオさん一言お願いします。いやー、なんか優勝する自分の姿想像したらダメですねその長谷さんには何回もちょっと大会負けてたんで、今日こそなんかリベンジしようとか思ってたんですけど、勝てない人には勝てないです。またも撲滅委員会入りはなりませんでしたまた精進します。ありがとうございました。頑張ってください。はい、イノに負けなくて本当良かったと思います。ちょっと茨城にちょっと監視してる人がいるんでイノに負けると怒られちゃうんで、勝ててホッとしてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。両者素晴らしい試合をありがとうございました。拍手の方お願いいたします。ありがとうございます。さあ、そう、茨城と猪野ということでね、身内に猪野使いがいるとやっぱり負けというの認めます。じゃあお二人ですね、ちょっと写真撮影の方を行いますので、トゥーリオさんと長谷さん、あの写真をお願いいたします。そういうわけで、ミクマス2日目、関東大会新人戦とシングル対決それぞれ終了となります。明日はですね、ランダムチーム戦の方を行います、どなたでも参加可能な大会となっておりますので、よろしくお願いします。あ、長谷さん1枚のやつも取って、はい、というわけで、あとはの試合の配信閉店までとなりますので、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。9時半ぐらいで、ちょっと軽旅行こうか、はい、ちょっとどじあいもしたいし、まあ、そんなわけでね、ちょっとね、今回は新人戦開始前にですね、少し今日はね、コメントの方を少し控えめに、してくれるとお、ね、助かりますというね、コメント、お願いをしたと思うんですけども、まあ、ここから先はある程度自由にやっていただければと思います。まあ、なんかあの全てのね、くだらない話をあの禁止するとかそういうんじゃなくてですね、今日は本当に新人戦という、あの普段ね、あんまり大会に出ないような人たちのメインの大会だったんで、そこら辺お願いいたしました。まあ、あとはいつも通りの流れでやりすぎないように、コメントの方でもお楽しみください。見てくれた方も、参加してくれた方も皆さんありがとうございました。はい、
Who dares to enter the main?ちなみに火曜大会はですね、さすがに休みもらいたいですかね。まあそこら辺はまた明日の気分で、まあ、大会だけだったらやるかもしれません。Heaven or hell, duel, duel, one, one, let's rock. まずてめえが医者にかかる。話はそれから。Here comes a daredevil. Who dares to enter the main? Johnny Gibbetoo. Saul versus Johnny. Get ready to roll.Heaven or hell, duel, duel, one, one, let's rock, counter,少し面白いしね。
Going to be.
Here comes a daredevil. Who dares to enter the mayhem? Soul Anger. Soul versus Johnny. Get ready to roll. Heaven or hell. Duel. One. One. Let's rock. Zero ni sugaku.強いか。エルベルベル vs. Here comes a daredevil. Who dares to enter the main? Slave Vampire.
Heaven or hell. Duel. Let's rock. Rejected.
相手が弱いか強いか。エルベルベル vs ジョニー。Get ready to roll。Here comes a daredevil. Who dares to enter the mayhem? Soul Anger. Soul versus Johnny. Get ready to roll. Heaven or hell. Duel. Duel. One. One. Let's rock. Keep on Let's go!
相手が弱いか強いか、そんなものは関係がない。油断したな。ベッドラーベッドラー少し面白い。Here comes a daredevil!Who dares to enter the main? Soul Echo. Soul versus Johnny. Get into it. Heaven or Hell. Duel. One. Let's rock.相手が弱いか強いか。エルベルベル versus Johnny. Get ready to roll. Let's
強いか。 Here comes the daredevil. Who dares to enter the mayhem? Slay. Slay.
Slayer versus Johnny. Get ready to rock. Heaven or hell. Duel. Duel. One. One. Let's rock. What the heck's up? Here comes a daredevil. Who dares to enter the mayhem? Soul Blaster. Neo New York. Soul versus Johnny. Get ready to roll. Heaven or hell. Duel. Duel. One. One. Let's rock. Rejected.
Turn up the heat.